登録抹消の木浪聖也は左肩甲骨骨折、球団発表。阪神木浪聖也内野手30が16日出場選手登録を抹消された。先日15日のソフトバンク戦の9回にヘルナンデスから左肩肩甲骨に支給を受け、試合後に福岡市内の病院を受診したところ、同箇所の骨折が判明した。木浪は全然大丈夫だと思っていたが折れていた、試合をやるつもりでしたけどしっかり直したいと悔しさを噛み殺した。疾走による骨折などの怪我、デッドボールを受けての怪我で登録抹消、以降の野球人生にも影響がある場合もある。今年は木浪の良さが出てないから休憩期間、レベルアップ期間だと思って頑張ってほしい。打率も出し流しが明らかに減った。逆に小畑賞と狙ってる側はチャンス生かしてほしい。これは長期離脱になる野郎から、小畑はここでポジションつかめなかったらドラフトは宗山が濃厚になるから、まずは守備で存在感見せるくらいになってほしい。打撃の調子もなかなか上がらないし、今年はそういう年なんだなと諦めて、来年はどうしたら打てるかを休んでゆっくり見つめ直してみたらどうかな。去年も近本、梅野が子宮で骨折させられ試合に出れなくなった。骨折させた投手には一定期間の出場停止などのペナルティーを与えるべきだと強く思う。まずは木浪選手に心よりお見舞い申し上げます。そして不甲斐ないプレーが目立つタイガースの選手たちは奮起してほしいです。おいおいおい、打ててないけど守備はまあまあ、小畑がこのチャンスをつかめるか、木浪は復帰までの間に新たな視点を見出してプレーに生かせるかどうか。木浪は残念だが若手陣にはチャンスと思ってアピールしてほしい。もちろん一番手は小畑だろうが、高寺、遠藤、と、いさらには山田くんもいるしな。とんでもない誕生日プレゼントです。焦らず今シーズンの大事な時期には帰ってきてほしい。これで下がる木浪の年俸はソフトバンクで負担してやってくれんかな。当てられ損は木浪に限らず宇野選手もかわいそう。さあ交流戦終わるからこれからって時にこれか。小畑ここ大チャンスなんやな。主力が離脱してもヒーローが出てこないのが今年の阪神。福田周平は肩甲骨骨折からかなり後遺症で苦しんだみたいですからね。大丈夫でしょうか。6対2でソフトバンクリードであんなクソボールを投げるヘルナンデスが憎い。コントロールの悪い投手は一軍で慣れさせるべきでない。こんな大切な時期に悔しいけど直すしかない。とにかく頑張ってくれ、小畑も頼むよ。何年も前から言ってるけど子宮で離脱した時に当てた側の罰則がないのはなんでなん。木浪が帰ってくるまでどうなるんやろ。応援するしかない。頑張れ阪神。木浪は努力の人、逆境でもまた這い上がってくると信じてる。最悪の誕生日やったな木浪。しっかりゆっくり養生しや、待ってるで。残りのシーズン終了までの査定は子宮が当たる前の打席までしか都市防計算でけんやろ。骨折か、痛がり方が半端なかった。子宮で骨折はペナルティ与えてほしいわ。試合負けるは怪我させられるは踏んだり蹴ったり。最悪小畑と2分から1人昇格させてください。ソフトバンク何してくれんねん。1人打てるやすかしてちょうだい。阪神にとっては当たり目にたたり目だな。なんとソフバンむちゃくちゃしてくれたな。よりにもよって骨折買いたいな。さ、再起よ、リベンジ頼んだぞ。交流戦だから大事を取った抹消かと思っていたが折れていたのか。昨日のコメントでは大丈夫そうな感じだったから心配してなかったけど、まさか折れてたとは。当たり手が悪かったんだね。おいおいおい、勝ってるチームがこんなコントロールが効かない、ピッチャーをゲームの終盤に出したら荒れるだろ。昨日誕生日だよね。交流戦なんかしなくてもいいのに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。